ようございます。今から名古屋市の北区ですね。北区の大曽根という付近だね。そこに今から行きます。まあ今日は北区のスーパースターであります柴田さんという人 と、北区をちょっと回る、一緒に二人で回るということになっているんですけど、まあ、それは朝の7時過ぎかということで、まだ時間はあるんですけど、でその前にまあ、ちょっとやることがあるので、それで、まあ、昨日から、まあ、その前からなんだけど、YouTube でいろいろ聞いてますとね、だんだんそのイーロン・マスクというね、テスラモーターの社長ですけど、イーロン・マスクが、ツイッターの会社ね、ツイッター社を買収しましたね。まあ、株主は一人だと思うんだけど、非上場という会社にしちゃったね。まあ、それで、まあ、株主はいなくなったと思うんだけど、まあ、それでまあ自由にやりたいように、まあ、やれるということなんだけどね。でイーロン・マスクはそのツイッターのやり方ね、が思うところの問題なんだけどね、それが、まあ、だんだんその明らかになってきて、まあ、非常に面白くなったということなんだけどね、まあ、つまりそのバイデン大統領が、ね、当選したことになっているんだけど、その時に大統領選挙ね、トランプが負けて、まあ、バイデンが勝ったと、そのやり時のツイッターのやり方がね、まあ、バイデンに有利なことはどんどんそのツイッターに載せてね、でバイデンが不利になることは削除したということでね、明らかになってきて、まあ、その辺が復活してるわけね、投稿というかツイッターに出した人の消した部分が復活してね、だんだん面白くなってきたんだけど、まあハンター・バイデンというね、バイデンの息子がとんでもないね、非常識な息子なんだけどね、その辺のラップトップが、ラップトップを修理してね、で修理屋さんから修理できたんだ、バイデンが取りに行こうと、修理屋さんが中を調べたらとてもない内容だと、恐ろしくなって、それでその修理屋の弁護士にそのラップトップを預けたということからね、問題が明らかになったと、まあ、それでそれが大統領選挙の前だ、その時にツイッター社が助けたということなんだけど、でその当時のツイッターの社長はジャック・ドーシーというね、まあ、有名な人だったんだけど、その人も知らない間にね、バイデンに不利なツイッターは消したわけね。でそれはだから従業員 その、まあ、言ってみたら役員だね、役員がまあやってたということなんだけどね、まあだけどジャック
不動心もそんな大事なことを、ね、知らなかったというのもね、なんか間抜けた話だと思うんだけど、まあ、それがだん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 明らかになってね、それでまあいろんなアメリカ の、 マスコミの、まあ、言ってみたら言動に打ち、まあ、本来そのその言論の自由を大事に、思ってるというのはこっちの、ね、勝手な思い入れであってね、本当はね言論の自由をすごく嫌がってるってね、まあ、そういうことがね明らかになってね、それでそのイーロン・マスクのやり方をものすごい攻撃してるわけね、ずっとのもうね気が狂ったように攻撃してるんだけどさ、だからイーロン・マスクもまあ、ツイッターでね、なんで そんなに言論の自由っていうのが嫌なのかみたいな話を、ね、書き投稿してるわけ、まあ、この先どうなるかちょっと楽しみなんだけどね、まあ、イーロン・マスクの勝ちだと思いますね、まあ、イーロン・マスクってのは、まあ、去年くらいまでなんかちょっと嫌いだったけど、自分はね電気自動車っていうのはね、ちょっとね、まだね、時期が早いと思うんですよ。というのがね、そのバッテリーが、まあ、今、だんだん日進月歩でね、バッテリーが良くなってはいるんだけど、でもまだ、まだ、そのガソリン車に対抗できるような、時間ね、長い時間使えない。走るだけならね、バッテリーでもいいんでしょうけど、まあ、だけど大雪でね交通止めになるとかね、まあ、災害の時に充電ができなくなっちゃうとかね、まあ、それからクーラーがね、クーラー使うと走行距離が短くなるとかね、そういうことで、まだね、バッテリー車はそのバッテリーの性能がね、まあ、これから良くなってくるとは思うけど、まあ、今の時点でね、まあ、ちょっとね、バッテリー 100% バッテリーはねちょっと無理だと思うんですよね、ここしばらくね、だからやっぱりエンジンプラスバッテリーというね、トヨタのハイブリッドみたいな、まだちょっと何年か続くんじゃないかと思う、何年か 10年ぐらい、最低でも10年ぐらい続くと思う、世界中でバッテリーを研究してるけどね、まだね、まだちょっと無理だなと、まあ、そういうこともあってね、まあ、イーロン・マスクというのは、まあ、好きでも嫌いでもなかったんだけどね、まあ、だけどそのツイッターを買収してね、その新しいこの人類の歴史の中で、ね、出てきたその SNS っていう、ね、新しいその言論の空間を、ね、まあ、自由な空間として守るっていう、そのイーロン・マスク その心意気というかな、なんかそれは、ね、すごく、ね、いいもんだなと思ってね、まあ、世界一の金持ちらしいけどもね、その財力をその人類のために使うっていうね、その心意気ね、心意気がなんかね、応援したくなるような心意気でね、まあ、
イーロン・マスクは確かね、南アフリカの生まれかなんかでね、まあいろいろ言論の不自由っていうかな、言論が自由にこう発言できる、したいことが発言できないっていう社会のこの何て言うかな、あの辛さっていうかな、それは人類のためにならないっていう、やっぱり信念みたいなものがあってね、だから世界一の金持ちでね、財力があるんだけど、その財力をね、人類のために使うっていうね、その心の意味ではね、まあ、本当に自分だけが儲けてね、自分にその金をまあ使って贅沢三昧をするっていう金持ちもおるわけだけどね、まあイーロン・マスクみたいなね人もおるわけだわね、だからそういう人にはねやっぱり応援したくなるよねというのがね自分の考えなんだけどね、まあそれでこれからどうなるかちょっとわからないんだけど、アメリカがね良くなれば、まあ、世界も良くなると思うんだよね、まあそんなことでどんなこの先どうなるかわからないけどね、あのツイッターにおけるそのイーロン・マスクの動きというのは、まあ、これからね目が離せないとこういうことですね。まあそれで今日はですね、午前中10時ぐらいまでだな、10時ぐらいまでは北区回って、それでまあ家に帰ってね、また家電を分解するそういう家電を分解してね、それで10種類ぐらいに分けてね、分解して分けるんだけどね、まあどういうふうかというと、鉄ね、一番多いのは鉄ですね、鉄、アルミ、それからステンレス、銅、それから電線、基板ね、家電に入っている基板、それからモーター、トランス、それからリモコンね、リモコンは別にしないといけない、それからあのアンテナの線も別にしないといけないんですよ、まあ、それからあの小型のね、使えそうな家電、まあ、それはそれでね、福祉団体に寄付するんで、まあ、それはそれで別にしておくとね、例えば大体10種類ぐらいに分けてね、それで売れるものは売れると、それからあの福祉団体に寄付するものは福祉団体に寄付する、それからあの、まあ、あげますっていう。露天というのがね、露天、路面電車の路なんだけど、そうだな、あっちが路面電車の路じゃないな、あの露天という神社とかお寺とかね、そういうのは山頭で店を出す露天なんだけど、その露天のまあまあ、あの出店料の安いとかね、まあ、2000円とかね、それぐらいの出店料の露天にその使えそうなもの並べてね、みんなにタダで持ってってもらうということ、昨日もやったんだけど、昨日はね、千種区 の丸山神社ね、正確には丸山神明神社っていうんですけど、そこに露店を出して、電気製品とかまあいろんなものを並べてね、まあ、皆さんに欲しい人に持ってってもらってね、まあ20個ぐらい持ってってくれたかな、昨日は。まあ中にはね、あの弁当とか、わらび餅みたいなのとか、そういうものをね、買ってきてくれる人もいるんですよね、まあ、ただでもらっちゃ悪いからみたいな話で、差し入れなかったって言ったら差し入れなかったけど、持ってきてくれるって、そうしてもいるんで、前もらったそういうのが間に合ってるからとか言ってね、なんか買ってくれたんで、そういうのをしたもいるんで、まあ楽しいっちゃ楽しいんだ。
家電分解するとこういうことです、ね、だんだん寒くなってきたんでね、ストーブに火つけてね、その近くに置いてね、それで分解するんだけどね。それから、3日ぐらい前に長野県のね、東千曲郡っていうと山奥ですけどね、そこの安養寺というね、お寺に行ってね、住職と結構長い時間喋って話して、いろいろ話は聞いていたんですけど、おかげさまニュース、おかげさま新聞っていうのを出したらね、その手紙渡したら息子が出してくれるので、ね、それはそれでいいかなと思ってるんですけどね。これ今ね、名古屋市の森山区っていうところね、森山区昔はね森山市だったんだけどね、森山市が名古屋市と合併して森山区に。ちょっと郊外みたいなそんな位置で、東京で言うと赤羽だね、そんなふうに思いますね。それで今日はちょっと寒いかもしれない。気温もね、暑いのも困るもんね、寒いのも着ればいいけど、ぐらいの間に死ぬ時は死んじゃうんですよ。
激